ハラホーハラホーは香港のパンの一種。パン生地の上にクッキー生地をかぶせて焼くのが特徴である。クッキー生地に十字の模様を入れる作り方が日本のメロンパンと共通している。メロンパンと比較すると平均的に直径がやや小さく、高さは高めで、クッキー生地をしっかりと焼き上げているため、さらにサクサクとした食感をしている。メロンパンと違い、クッキー生地の上に 砂糖の粒をまぶす作り方はしない。店頭のハラホーハラホーは、香港周辺の茶山町と呼ばれる喫茶レストランと、大パイと呼ばれる、屋台以外の定番メニューとなっており、パン屋でも人気がある商品である。もともとは、庭から各く包みと呼ばれていたが、表面がパイナップルに似ているということで、パイナップルパンを意味する、ハラホーで呼ばれるようになった。 香港やマカオ周辺の他に古くから台湾でも食べられており、最近では中国の上海、北京などでも焼かれるようになった。それらの北京五圏では、ハラメ原ホーと呼ばれて販売されている。香港のものほど高さがないものが多いため、メロンパンを小ぶりにしたもののように見える。ハラホーにパイナップル成分は入っていない。砂糖、ケーラン、小麦粉、ラードから作られる。 パン生地の表面のクッキー生地がしっとりと柔らかい日本のメロンパンと異なり、腹方のクッキー生地はサクサクとした歯ごたえに焼かれており、下のパン生地はふんわりしているものが好まれる。高温多湿の香港では湿っているとすぐにカビが生えたり腐敗するのもカリカリに焼く理由の一つと考えられる。香港で菓子パンが 大衆向けに販売されるようになったのは1930年代とされ、それ以前は主に甘みの少ないパンが欧米人向けに焼かれていた。日本では1920年代にメロンパンは存在しているが、それが模倣されたかどうかは不明。原宝を1910年代からベーカリーで焼いていたという香港の職人の話もあり、どちらが先か、いつから存在するかは検証を要する。 バターを挟んだ、腹油香港では、ココナッツを詰めた、焼いと腹法、小豆あずき餡を入れた紅豆腹法、カスタードクリームを詰めたナイファン腹法、パイナップルあん入りの腹腹法、ランチョンミートを挟んだ、三肉腹法、チャーシューあん入りのまた小腹法などが販売されている。焼きたてのもの、もしくは電子レンジで温めた腹法をバンズのように水平に切り込みを入れ、 厚めにスライスした冷たいバターを挟んだハンバーガーのような形の腹油は茶山町の定番メニューである。温かいメロンパンの甘さと冷たいバタートーストの濃厚さを同時に楽しめる。日本のメロンパンをトースターで軽くトーストしサクサク感を出してやり、バターを挟むことで類似の味を楽しめる。一部の商品はショートニングを使用しているため、 トランス脂肪酸の摂取につながることが危惧される。香港消費者委員会と香港、食物安全センターが2007年に香港で入手した計90種の食品サンプルを分析した際、腹油い、マグネット香港では腹油を形取ったマグネットなども売られている。フィギュア2006年11月に、同トモ社から発売されたミニチュア食品模型のコレクション、 香港茶山頂の中にも、腹油がある。食べ物が語る香港市、P135。食べ物が語る香港市、P143。香港消費者委員会編。先期そな月間第379期。2008年5月。ありがとうございます。